はい、ご覧です。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今回ですね、このレイがねむちゃむちゃ強すぎて倒せねえ、無理ゲーイベントじゃないか、まあそんな感じなんですけども、ただ今回のイベントね1点だけね評価できるところがあります。結構ね無料配布でいいキャラがねゲットできたりですね、まあコインなんかがねなかなかいいコインがね報酬でもらえるということで、今日はですねなんとかですねダークにはね5回倒せたんで、この10連命中石コインこちらでちょっとねガチャ回していきたいなと思います。10連命中石コインの中身なんですけども、かなりハイスペックです。ダブルゼータ、もちろん結構全部入ってます。いいキャラ入ってます。そしてランク Z もね、四国州ダンドリーだとかね、まあいろんなところで使えるキャラが一斉に入っている。そして SSS ランクも入ってます。 SS ランク、 S ランクも入ってます。さすがに S ランク止まりか。 A ランクも入ってます。むちゃむちゃ入れすぎじゃないか。ちょっとこれは貧富の差が激しいというか、 B ランクも入ってます。 B ランクガチャ入れるのやめたんじゃないの、ということでかなりこの落差激しいんですけども、ちょっとワンチャンねダブルゼータ狙って引いていきましょうか。さあ10連命中石コインいきます。さあ来てほしい。さあ配布の10連コインはね今まであまり、おるです、いいキャラ出なかったんだけど今回はどうなの。金カプ率むちゃむちゃ高え。ちょっとこれはしかも配布コインって結構ねアイテム秘伝書系出たりするんで、これは地味に嬉しいよね。さあでもできれば命中石キャラ来てほしい。さあダブルゼータ、さあ僕ね結構意外と持ってないキャラあるんだよな。なので、おっ、SS ランク来ましたね。さあ、金カプ、止まれ、止まれば新キャラ。さあ、顔が怖い。でも平均値高くね。さあ、止まってほしい。おっと、S ランクか。お願いします。おっと、S ランク。まあでも、アベレージは高いよね。まあ、SS ランク出たしね。微妙ですけども。いやいや、まだあります。この汎用の滅虫コイン、汎用の滅虫シリーズのキャラクターが出る特別なコイン、こちら回していきましょうか。汎用の滅虫コインの中身なんですけども、ダブルゼータ、同じじゃないか。ランク Z、 ランク Z 待て、ということで、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、これはちょっと激アツなんじゃね。外れなしということで、できればダブルゼータ出てほしいけども、この流星人とかね、ランク Z もかなり使えるキャラばっかなんで、限界突破もちろんありです。ちょっとこれ配布はやばくね。だから今回のさイベントって Y ポイントの配布こそないんだけど、コインの配布はむっちゃいいじゃないか。いきます、お願いします。おっ、商店来たぜ、商店2時間だよ、2時間来たぜ。でやーっとランク Z の百鬼姫来ました。技レベル上げていきます。でもなんか何なんだろう、最近のだから妖怪プニプニのね運営方針としては、まあ上級者には厳しく初心者には優しくっていうね方針が、まあ今回のイベントもねあるんじゃないかと思います。なので、まあ、初心者の人はさ結構ランク Z とかのキャラゲットできるんでいいんじゃないの。ただ上級者ですでに持っているぜで、イベント完全攻略にはトリプルゼータ必須だぜっていう人はかなり厳しい。そこもちょっと救済欲しい気がしますけども、まあもちろんイベント後半で救済はあるでしょう。さあ皆さんはね、この配布コイン何が出ましたでしょうか。そのあたりねコメント欄で教えてほしいなと思います。微妙っすね。それではですね、イベント攻略やっていきます。さあ徳川埋蔵のステージ激ムズです。さあこんなパーティーでやっていきます。今日はですね、特攻を使ったこの超覚醒半蔵、これがですね、ぶっ壊れなんですよ。さあ一緒に使うキャラとしては、ダンドリー使っていきます。少しの間攻撃力を大幅にアップ。このステージはね、バフが使えるんで、バフを1体置いておけば、まあ後のキャラは適当で大丈夫です。まあ適当にね、HP 高めのキャラを選定してやれば十分いけるんじゃないかなと思います。半蔵はですねやばいぐらい強いので、まあもしねガチャからゲットできた人は、まあこういう特殊能力が活かせるステージで Y マネー稼ぎとかね、
なかなかいいかもしれません。であとはね、この半蔵はですね、経験値玉を落とします。なので経験値玉稼ぎとかもいいかもしれません。レアなアイテムはまだですね、僕の周回の限りでは落ちていません。さあ結構ね、このダメージアップとダウン両方あるんだけど、ダウンも強力でほぼダメージ食らわないからね。さあフィーバータイム中にバフを乗っけていきます。やばいです、100万超えですなんだこの HP ワンパン100万超えって何なの。いきましたね。さあ半蔵見た目可愛いよね。できれば仲間にしたいんですけども、ここのステージでは仲間にねすることができません。ガチャからと。さあそしてちょっとねパーティー変えます。ダンドリー持っていないっていう方はですね、他の攻撃力アップキャラでも大丈夫です。例えばこの赤ぷよとかね、 S ランク系のキャラでも十分かなと思います。さあフィーバータイム入りました。ここでさあ赤ぷよ打って攻撃力アップです。まあ赤ぷよ自体もかなり優秀なんだけどね。これで52万ダメージとワンパンです。なんなのこの強さ。いきましたね。さあしかも今回ね SSS ランクの特殊能力キャラ今出現率アップで 1.8% ということなんで、かなり入手はねしやすいんじゃないかなと思います。さあ次はこちらダークニャンのステージいきます。ダブルゼータ縛り。さあ今日はですね、特攻のこのウィスソー隊長、こちら使ってやっていきます。これもねぶっ壊れです、やばいです、つながりやすくなる。さあ一緒に使うキャラとしてはデカプに作る系のヤマタン使っていきます。そしてカチカチ鎖姫、スキルが優秀です。そしてネズミ男を使っていきます。なかなかいい感じです、つながりやすくなる。そしてナンダさん使っていきます。こちらスキルがねボスからのダメージカット 20%。 さあこのダークニャンもねむっちゃ強いんだけど、このじいさんいれば大丈夫ですダメージが156ってなんだよ、この差が激しいよね。なのでほぼほぼノーダメなので、もう相当ゆっくりやっても大丈夫です。このステージはフィーバーゲージ吸収があるんで、フィーバーは無視でやっていきます。なのでこのじいさん溜まったら打っていきます。そしてサポートとしてデカプに作る系のねヤマタンとか使うと OK です。さすがにワンパンは無理なので、まあ2回3回とね必殺技は打ち込んでいきます。まあでもねこの150とかダメージがねめっちゃダメージカット効いてるんで大丈夫です。そして一発で116枚いきましたね。そしてヤマタンでデカプに作って、さあこれで連発できます。 G まで貯めて打っていく、17万ダメージとむっちゃ強え。特攻ないと激ムズなんだけど、特攻あれば楽なんで、まあ今ね出現率超アップということで、まあサクッと特攻を引いて攻略する方が楽かなっていうね気がします。さああと一発打てばいけるかな。さあ降ってこねえ。さあ行きます。さあじいさんもう一発いるね。さああとはこの辺りのキャラで29000、タフだね。ダークニャン、今回ダークニャンはねこれおはじきの報酬でもらえるので、まあそれもね結構楽しみにしています。さああと一発打ち込めばいけるかな。さあじいさん行きましたね。11万ダメージと。さあなんとかね倒すことができました。まあ特攻がね1体あればいろんなパーティーでね攻略ができるかなと思います。さあそして今日は正義の試練来ましたね。こちら90秒以内で正義の書がもらえます。ログボのね竜太と合成で、まあ高いランクのキャラがゲットできると。さあ90秒なのでこんなパーティーでやっていきます。できましたね。今回ほぼほぼ配布でもらえるっていうのはいいよね
このこれぐらいのね難易度にしてほしいわ。さあクリアできました。これ毎日もらえるってのはいいよね。さあ正義の書いただきました。さあこれ合成します。いきます。さあこれで来ましたね。ランク Z の佐藤場龍太正義と限界突破していきます。さあこちらなんですけども、攻撃力アップバフですね。ランク Z のバフなのでかなり即戦力になります。スキルも優秀です。ダブルスキルがあります。技ゲージが溜まった状態でスタート。